リミットチグリだ。皆さんどうもこんにちは。まずね、言いたいこといろいろあるんです。まずオートマッチング実装しました。素晴らしい、ヒロキやるじゃんと思いましたよ。私日本人の悪いところは、まず何か物事とか、まあ、発言があると、それをまず悪いところを喋ろうとする、否定しようとする。まあ今回オートマッチングで言うと、まあいろんなね、地雷が混じるとか、あとはまあホストがね、死んだら即切断するとか、まあ挨拶ないのが出てきてとか、マッチング全然ダメだとかっていうのはね言いますけど、それは当然なんですよ。そんなの実装する前から分かってたことだし、使い分ければいいだけですから、まあ、何がね大事かっていうのは、やっぱしその新規とか、まあ、初心者が、最初にね、マッチングできなくって投げ出すのをマッチングさせてあげて、まあ遊んでもらうことが一番大事で、まあ合わせて、まあ、上級者、まあ、子さんもとにかくマッチングしたい、サクサクとマッチングしたい時のために、あると思うんですよね。でまあ4人協力だとあれですけど、2人協力で、高いランク星9星10とかのやつだったらオートマッチングすれば当然、まあ、7、8、9、10段とかがね来るんで、まあ、全然オートマッチング使えますしね、上級の人間も、まあ、他に改善してほしいところ的には、まあそのレベル80、レベル100に一気にする機能、ですよね。なんでできないのかなっていう、まあ、あとは、そのパーティー編成っていうか、そのクエに入るときに、あこれじゃダメだなっていうんで、いちいちこうパーティーに戻らないといけない。これをパーティーに戻るんじゃなくって、クエ出発前のところで、変えられるようにしてほしい。もしそこで変えられないのであっても、このパーティーに入って1、2、3、4、5ってあるけど、一回決めたら戻らないといけないですか。決めたら OK 押してて、てっていう、4人、なんか人が横から走ってくる画面に しないといけないじゃん。それをしないで、パーティー1はこれで OK、ポチでスライドして、パーティー2はこれで OK、ポチ OK っていう風にしてほしい。どっちかにね、少なくともしてほしい。まあまあいろいろ直してほしいところはいろいろあるんですけどね、まあちょっと忘れちゃって、まあ思いつかない。まあついでに、まあ、不満言うとさ、このドラゴンルーン、猫缶ルーン、これさ、なんでこれツトなの、誰にもメリットないよ。だってコロプラだってこれいちいちこれ戻ってこないといけないんだから、このパータウンにね負荷かかるじゃん。でやる側としてはその億劫になっちゃう、賠償使うにしても戻んないといけないっていうのが頭にあるから、まあ、ちょっとやりたくなくなるよね。だからコロプラもいちいちこう戻ってくる負荷かかるし、ユーザーもえってなっちゃう。これなんでなのかな。もしかするとあれ来るかもしれないよね、その累計にしましたっていうお詫びは来るかもしれない。一回ね、その何千とかも稼いでる人がいるから、まあ、それは皆さんがどれだけヒロキを、煽るか次第なんですけどね、まあ、ツイッターとかで。それでですね、それよりも不満というか、これですよ、これこのドラゴンライダーですよね。これね、半端じゃないでしょこれ。ヒロキ見てるかお前。ほんとね、あの YouTube で白猫ドラゴンライダーとかでね検索して、そしたら出てきますから、あの動画がね。めちゃくちゃ強いぞこのドラゴンライダー、マジで。あのゲオルグとか4凸してモチーフ最終までやると、普通に通常で、ステータスが900いくつでしょ、900後半とかなのかな。それで 140% なってなったら、もうちょっと計算できないけど、まあ、130とかってなる、じゃあ1300とかってなるわけでしょ。それをこう薙ぎ払いだから、槍なんてこうツンツンってねやってたのが、これ投げ払いで、しかも2段目と3段目が早い。1段2段3段、あ、違う、1段2段3段ってね。で最後にはもうなんか火をね遠くまで放っちゃうし、マジぶっ壊れですよこれ。通常はクソ強いし、歩きが早いっていうか飛ぶしね。でこのエクセリアなんかは 140% でしょ、速度が。どんどん SP 回収しちゃうでしょ。だからね、もうね、職
ありますけどね、いろんな職業。これさ、もういいんじゃないかなって思うわけ、考え方によってはね。まず今回槍と弓がまず死にました。完全に弓はね残るんじゃないか、遠距離からチクチクやるからちょっと違うんだよって言うけど、実際これ使わないよ。好きでもなかったらそのキャラが強力でも出さないし、出されたらえってなるでしょ、絶対ドラゴンライダー出してよってなるじゃないですか。でなくなる。で、拳と斧はありますけど、これ調整がね、本当は斧はアクションスキルっていうのかな、アクションスキルでめちゃくちゃ強いと、拳よりもめちゃくちゃ強くって、うわすげえっていう調整にすればいいのに、拳のまずアクションスキルがむちゃくちゃ強いで回収が入る。このゲーム一番大事なのはやっぱしアクションスキルで、でアクションスキルが、を打つには SP 回収しないといけない。だからもう SP 回収が早くってアクションスキルも強くって、現状受験があるもう拳だけでいいわけですよ。斧いらないで、まあ、その話のつながりになるけど、 SP 回収の早い、まあ、双剣は残るよね。でまあ今自己回復も増えてるけど、あ魔法はまあ特攻もあるしね、アクアとかあそこら辺もあるんで、まあ残るよね。だから実質ね4色でいいわけですよ、まあ、4色でいいなんてね話しましたけど、まあ、ちょっとね、まあ、ここまでは茶番と言いますか、本当に話したかったことをねこれからしていこうかなって思うんですけど、今現在皆さんね、まあ、普通にね、あコロプラ白猫プロジェクトジャブジャブね、石を撒いてくれてる、キャラガチャはこの間結構前だけど2倍になった、でまあまあインフレはね、まあ、していくよねっていう感じ、調整失敗してるなとか、まあ、ビビ雫フランいろいろあって、まあ、調整これ失敗してるんじゃないとかね、思ってるかもしれませんけど、あとはねその修正してくれとか言ってますけど、全然ね分かってないですね。もう完全にもうヒロキンのね術中にはまってるというか操られてます。まあさすがね超優良企業、東証一部 ROE 第2位、時価総額も3000億円以上の超優良企業にお勤めで、ソーシャルゲーム日本の売り上げトップ3のうちの一つ白猫プロジェクトの大プロデューサー浅井弘樹大先生でございますよ。もうね完全にこうユーザーをねこう手のひらでこう操ってますね。調整とか全然失敗してないです実は。これね僕はね分かるんで説明してきますけどね、ドラゴンライダーが追加されました。ステータスが強い、あインフレしていくんだな、そうじゃないんです。どうやってこれからね搾取していくか、あのキャラガチャ2倍になってジュエルもね配ってくれてるから、あいいなって思ってますけど、違いますよ、これから搾取していきます。そしてその搾取の仕方が実は皆さん気づいていない。今回突属性でドラゴンライダー出しましたけど、今度ね出てくるのがドラゴンフライライダーです。打属性でドラゴンフライライダーが追加されます。その次にですね、シードラゴンライダー、シードラゴンライダーが残属性で追加されます。そしてその次にはシーモンキーライダーですよ。シーモンキーライダーは魔属性で追加されます。そうすることによってですね職種がいっぱい増えるわけです。10とか11とか分かんない、もう計算できないけどね、足し算できないんだけど、職種が10とかなるわけですよ。そうするとですね、まあ、夏ガチャでいうと霞が当たりで、まあ、次にまあ暦セリナがまあ次で、で、リアムとインヘルがクソだよねみたいなことで、実質当たりがこれしかないわけですよ。で10色あって2個とか3個くらいしか当たりがないわけです。そうすると必然的に絞りになるんですよ。こういう搾取の仕方をしていきますから、皆さんね気づいていませんけど、そのための今回ドラゴンライダーです。これをね気づいてる人は、なかなか、少ないと思います。でもねもうね白肉プロジェクトですけど、これね気づいてる人いるかな、今回ドラゴンライダー、入りましてね、これからもうどんどんね
ドラゴン増えていきますか。気づいてる人いるか分かりませんけど、あのタイトル白猫プロジェクトってありますよね。あれ実は薄くなってんの気づきました。実は今白猫のところが薄くなってって、これからどんどんね日にちが経つにつれて白猫の部分が薄くなってきます。そしてある日を境に今度は白猫のところが白竜になってますから、これから半年経った時にですね白竜プロジェクトになってますよ、タイトルが。でもうね主人公がですね、あのオールバックであのメガネのおっさんになりますから。で新規開放するとグラサンになるっていう。で武器は当然ドスですよね、まあ、残属性でヒロインが、まあ、武器がトカレフ。それでも内容もですね、人気ものになりますから、今やってる、おちゃらけストーリーのねあのシナリオライター全員アウトしてもらって、今度は V シネからねシナリオライター連れてきて人気ものになりますから、あの組のね構想ものになりますから、白竜プロジェクト、ね、なってきますから、これを現状予想できてるのは僕一人しかいませんから。ということでガチャね引こうかな。話がちょっとね長くなりました。僕言いたいこといろいろあるんですけどね、これね撮るのがねこうセッティングがこう めんどくさくってね、なかなか撮ることができない、皆さんの期待に応えることができませんが、キャラガチャ引いていこうかな。どうする、11連、11連、いや、D ね。いらないわ。っていうか、こんな職があったんだっけ。サワはダメなんでしょう。あ、でも俺、斧いないから、斧いてもいいな。シャナを。ジオノが来るかもしんないから、サワは、あ、キャロが当たってほしい。キャロならいいかな。え、ちょっと待って、え他の職出てこないじゃん。もう完全に何いないことなってんの。まあいいや、11連いくか。みんなサクサクいけって思ってるでしょ。いきますよ、じゃあ11連しますから。わかりました、わかりました、はいはい、いくぞー。はっ、銀、金、金、銀、銀、あ、金、あ、今見えました、か、今尻尾が見えましたね。今俺、今あの影のところに俺今ドラゴンの尻尾見えた。簡単すぎるわこのガチャマジ、ほんとゆるゆるなんだけど。来い、15人いたよな。びっくりした、風花とか来てなかったのかよ。ビックス2、あと 3回チャンスある。あ、3、あと2回チャンスある、あと2回チャンスある。来るぞお前ドラゴン、尻尾見えたから俺。あ、あと一人しかいない。何これ、俺最初こいつのさ、鼻が口だと思ってたから、実は。みんな口だと思わなかった？こいつの鼻の上のところ、これ何？絆創膏貼ってるみたいな、あれ。俺10連でいいよ。もう一回引く？だって絶対来るぞ、だってドラゴンフライライダーとかシードラゴンライダーとかさ、シーモンキーライダーとか、シーモンキーライダーないか。今ダウンロード入ったよ、今見た。あ、尻尾が今見えた、2つ、2本見えました。はあ、今ダウンロード入って、今尻尾が2本見えた。簡単すぎるわこのガチャ、ゆるゆるすぎるんだがマジで。ヒロキお前調整してないだろこれ、ゆるゆるすぎるじゃねえかよ本当に。モンモです、まだあと5回くらいチャンスあるから。
と3、あやーちゃー、あと2回しかチャンス、あちゃー、あとまだワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンあるぞ、来い、終わるわ、はあ、俺やあとね8回単発引くわ、8回単発引くうちに星4来たらもうそこで撤退しようかな、もう8回だけ、もうねラスト8だけやります。いや俺8回はいいかな、あデータドール来た、マジかよ、一撃かよ、ビーム今さらだよね、インヘル。すっごい今さらなんだけど。だったら俺ケロケロの方が良かったんだけど。あ、で、見ました今データダウンロード。マジかよ。お前かよ。あと6回。あと5回引きますから、あと4回でいいかな、5回でいいか、飛ばすよ、あと4回くらい、はいはいはい、あと2回でいいよ、データダウンロード来ねえな、ダウンロードしてほしいな俺、もうラスト1回でいっか、もう5000まででいいや、もう、あーどうしよう、キリ悪いからな、29連だと30連にしよう、来るぞ前最後に、いくなーデータダウンロードお願いします、はい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 、ありがとうございました、ね、30連引きました、はいはい。